ニンテンドー DS、DS ステーション山田電機山梨本店、DS ステーション2006年9月29日、DS ステーションは、かつてニンテンドーがゲーム販売店の店頭に設置していた、ニンテンドー DS 用の支援機器である。DS 用ソフトの体験版がプレイできる、支援台としての機能に加え、DS との無線ランリンクが可能。ニンテンドー 3DS の発売に伴い、 2011年9月中旬をもって、任天堂 t e ー d 3DS ステーションへ置き換わることとなった。なお、こちらのサービスも2020年3月1日をもって終了した。DS ステーション上部には20インチのモニターがあり、DS 用ソフトの CM や、任天堂からのインフォメーション映像が常時流れている。DS ステーションの中央部分には、n i n d s ライトクリスタルホワイトが1台。 設置してあり、体験版のプレイが可能。体験版は50タイトル以上が用意されており、順次追加されている。DS ライトは、DS ステーションに固定されているが上下の高さを調節でき、子供から大人まで、不自由なく、プレイ可能。また、前のプレイヤーが途中で止めた場合でも、DS ステーションにある、リセットボタンを押すことで最初からプレイすることができる。なお、 ライト発売前は、任天堂 d s のプラチナシルバーが設置されていた。一部 DS ステーションでは、DS ライトが設置されていないものもあったり、任天堂ダシーが設置されている場合がある。新作ゲームの体験版や現在発売されているゲームソフトの追加データを無線 LAN を通じて、手持ちの任天堂 DS にダウンロードできる機能。また、市販の予定のない。 ニンテンドーゲームセミナー時構成作品が配信されることもある。また、ソフトウェアの不具合のための修復プログラムも配信する場合もある。ダウンロードした体験版は電源を切るまで遊ぶことができる。体験版プレイ中に本体を閉じることでスリープモードに切り替わり一時中断することができる。また、すれ違い通信の中継基地機能も備えており。 リレー形式でデータの通信を行う。いずれのサービスも期間限定なので、どのソフトでダウンロードサービスができるのかは事前に公式サイトなどで確認する必要がある。同時期に配信されている体験版は数本前後。任天堂 t e n Wi-Fi コネクションのアクセスポイントとして、店内からインターネットに接続し、任天堂 t e n Wi-Fi コネクションのサービスを面倒な。 設定なしで利用することができる。また、DS との認証、暗号化などには、任天堂が持っている、無線関係の特許が使われていると思われる。任天堂が目標としている、設置数は約1000台。現在は終了している。ありがとうございます。